ラジオの小学生のですね、あのラジオを聞いていて、夜になるとあの海外の放送が入ってくるんですね、あの中華で。で、あのモスクワ放送なんていうのがありましてね、それの日本語放送っていうのが、その中で紹介されてたんです。長い道って。